ようこそガラスの力へようこそ、今回はダダン、太鼓なんですけど、力さんに太鼓渡して叩くとこ今日やろうと思ってたんですけども、まあ、サイズがサイズやからちょっとビビるかなと思って、力さんに、ちょっと鳴らすように渡してしばらく、置いてたら、まあがっつりボコボコにされちゃいまして、ほんでここね、なんかべちゃくなってるから、これママが間違って踏んだんかなと思ってママに聞いたら、いやそんなん踏んだらわかるでって言われて、まあ、確かにそうなんですよ、これ踏んでわからんことないから。でまあ自分も踏んでないんで、力さんが側面もぐっちゃぐちゃにしちゃったみたいで、で今日はちょっとこれが結局動画としては無理なんで、で急遽なんですけど、前にやったやつの放置してあるやつ、あれってどうなったんっていうので、まずあの餌箱の高さの、餌箱の高さによって食べる量が違うんじゃないかっていうのを、中身、こっち高くしてこっち低くしてみたいなことを一回やったんですけど、あれがね、まあ見た感じやとほぼほぼ関係ないなっていう。で測ってたやつをもう一回測ればもちろんいいんですけど、なんかあの水につけたおもちゃとかを掘り込んだりしよるん でその餌がもうそうなると交換いうことになってまうんで、続行することができなくなる感じなんですよ。あとほんでそのなんか紐状のもんとか掘り込んでそれにくっついて外出されてみたいなんで、食べた量が全然正確に測れないんで、そもそも企画が失敗でしたっていうことです。で、次なんですけど、これは最近なんですけど、瓶の中に水が入ってて、力さんの食べるもんが入ってて、石を掘り込んで吸い上げたら食べれるようになるっていうのを力さんができるかっていうので、この装置を作って、でまあしばらくっていうかちょっとの間置いてたんですけど、で教えたりもしたんですけど、中に掘り込むっていう作業が全くできんくて、洗いたいもんは水に入れる習慣はあるみたいなんですけど、それ以外を入れるっていう、あと入れたら水位が上がるっていうことに全然つながらないみたいやったんで、これも一旦撤去してます。マジックテープ貼って一応固定してたんですけど、これはそんな感じで、今のところ放置っていうか、まあ、多分力さんにやっぱり無理なんかなっていうことで一旦中止してます。これが2個目で、3つ目なんですけど、これつい最近の、なんかちょっとおばねがピコピコ広がるやつ、これ 2,3 日前にやったやつで、何の動きなんかっていうのを、まあ、皆さんからいろいろ教えてもらって、 QI 行動なんじゃないかとか警戒とか威嚇とかいろいろ意見もらってたんですけど、これもね、あれ撮った日に公開して、そっから2日ほどかな、今日で3日ぐらいかな、なるんですけど、もう次の日はすでにかなり弱くて、でもう2日後には全くそういう動きをしなくなったんで、何やったんやっていう話で全く分からん状態ですっていうことで、まあ服が見慣れへんかったからなんかなっていうぐらいしか結局考えつかないんで、またやることあったらお伝えしたいなと思うんですけど、現状はあの時だけで、あとは全くやらなくなりましたということで、一旦終わりになってますということで、今回は、太鼓叩くとこ見てもらおう思ってたんですけど、気づいた時にはぐちゃぐちゃになってましたいうことで、これ昔何年か前にトリピーさんがやってるのを
見たことがあって、その時はトリピーさんも確か破ってたけど、こんなぐちゃぐちゃしてなかったかなっていう感じで、しかも最初ビビるっていうのも一緒やと思ってたから、ちょっと放置しちゃったんですけど失敗でした。というわけで、今回は太鼓失敗したんで、前の企画のあれどうなったんっていうのを一応話したんですけど、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。リアン破壊がひどいね、悪すぎるやろ。まあ、いいか、じゃあなりき終わりな。なんやねん、バイバイ言うてや、バイバイ。なんでか、痛い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 の、噛むの噛むの、優しくない、優しくないな、なんでそんなに優しくないの。まあいいけどね、しゃあないね。よし、じゃあなりき、バイバイ言えよ、バイ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 。ミキちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや、チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。